こんにちは、しばちゃんです。今日はランニングでもなくてトレランでもなくてですね、自転車 MTB 初体験しようと思います。トレランをメインで個人的には好きでやってるんですけど、いろんなスポーツだったりいろんな動きを通して身体能力を高めていきたいっていうこともあるので、今回は自転車に乗ってみようと思います。来たのは、三重県桑名市にあるスポーツマジックっていう複合アクティビティ施設があるので、その中の、ゴンゾーパークっていうところに行ってみたいと思います。はい、それでは行ってみます。BMX マウンテンバイクゴンゾーパーク、ゴンゾー、なんかフットサルもできたりするみたいね。あとウォータージャンプ、スノーボードのジャンプの練習とかもできるみたいですね。あそこにあるかな、楽しみ楽しみです。なんか新しいことをするときは大概ワクワクするよね。そういうの大事だね。年取っていくと新しい経験っていうのがどんどん減っていくので、いろんな刺激を入れていこうと思います。さあ、ついにこの時がやってまいりました。今日はなんと自転車に乗ってます。自転車です。自転車に間違いなく乗ってます。凸凹道、砂利道、アップダウン、そんな人生のような道を今日は自転車を通して大地を踏みしめています。さあ、岩田、進め進め進め、この道をまっすぐまっすぐ進んでいけと思ったら、カーブがやってきたね。カーブやってきた。さあ、マリオカートのようなコースを行く。私はこの道をただ行く。与えられたものに対してはすんなり受け止めて道を行くタイプです。ねえ、こんな感じ。ああ、楽しそうね。楽しそうだね。あ、くしゃみとか、えいジャンプ。はい、てかこんな感じでね、サドルは下げてあります。常に立ちこぎ状態で、まるで青春真っ盛りの男子高校生のような自転車のこぎ方をして、MTB を楽しんでます。いやー、最高に最高に気持ちいいですね。もう自然の中を自転車で走れるなんて最高。もうトレランとどっちがいいって比べたら、それはもう答えられない。今回だけは答えられません。ぐる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 回っております。チルクロサンボの虎のように回って、いずれかはきっと、僕はきっとバターに、バターだっけ、バターか、バターになってしまうのでしょうか。それぐらい自転車、この MTB で自然の中を駆けるということは、バターになってとろけるぐらい気持ちいいということでした。2時間漕ぎ倒して、たまにお股が擦れました。痛い。しばチャンネル。はい、初めての MTB 2時間漕ぎ倒してきました楽しかったです。森の中を走るっていうわけではないんですけど、ちゃんとしたコースがあって、しっかりスタッフの方が乗り方まで丁寧に教えてくださって、初級者向けのコースをひたすらぐるぐる回ってました結構疲れたね。結構疲れたね。不整地をね、自転車で走るっていう意味では、トレランに似たようなバランス感覚とか体幹を鍛えたりっていうところにつながるかなと思うので、今後も自転車も一つのクロストレーニングとして入れていきたいなと思ってます、たまにはこう違う刺激が入ると頭もすっきりですね。すっきり。はい、ゴンゾーパークさん楽しかったです。結構ね、子供たちもいっぱいいて、なんか子供たちも楽しんでるなと思って、僕は大人一人で楽しんでましたけど、なんか土日とかゴールデンウィークは子供がいっぱいいるみたいです。はい、
モッツオパークさん、ありがとうございました。楽しかったです。また来たいね。自転車が欲しくなっちゃうですね。自転車高い買い物なんで、またちょっと検討しますね。はい、それではバイちゃん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。